ムルはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトットガルト地域及びシュトットガルト大都市圏に含まれる。ムルはムル川沿いネッカー川に注ぐ河口から 2km 上流の海抜 196m から 261m のネッカー盆地に位置している。郡庁所在地のルートビヒスブルクから北に約 12km 離れている。 リーリングスハウゼン近くのハルトバルト内にある無人の飛び地はシュバーベンフランケンの森に含まれる。ムルは西はプライデルスハイム、南はマールバッハアムネカー、南西はベニングアムネカー、東はシュタインハイムアンデアムルと境を接する。これらの隣接市町村はいずれもルートビヒスブルク軍に属す。ムルにはムル集落とゾネンホーフ農場が属している。 州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。1686年頃に、アンドレアス・キーザーによって描かれた、ムルムルの長域が位置する、ウンテーレス・ムルタールは、数千年間から、すでに定住が行われていた。出土品は新石器時代から、ローマ時代にまで至る。ローマ時代、200年頃の奉納石に、 ムル川沿いの村の住民と初めて記されている。現在の集落は、アレマン人の入植地を起源とし、972年に初めて記録されている。13世紀のムルは、シュパイアー市教領の地方三次会所在地であり、1302年には、ビュルテンベルク領となった。15世紀から1938年まで、アムト、オーバーアムトマールバッハに属していたムルは、マールバッハや、 シュタインハイムと並んで1839年に最後に開催されたハードトジェリクトの開催地であった。1517年から1871年までシュバーベンフランケンの森で切り出された焚き木用の木材は大きな倉庫があったかつての受け橋までムル川を利用して運ばれた。20世紀なるまでムルはルートビヒスブルクからボットバールタールを通って ハイルブロンに至る古い街道沿いの階村の性格を帯びた農村であった。ムルの教会ビュールテンベルクで宗教改革がなされて以降、ムルもプロテスタントの町であった。現在も福音主義教会はこの町にあるが、カトリック信者はシュタインハイムアンデアムルまで礼拝に行かなければならない。各時点の庁域における人口推定値、人口調査結果、 あるいはバーデンビュルテンベルク州統計局の公的研究地を示す。数値はこの町を主たる居住地とする人口である。ムルの町議会は14議席からなる。議会には選挙で選出されたこの名誉職の議員と議長を務める町長が参加する。町長は町議会において投票権を有している。トルステン・バルチュは2012年7月1日からムルの町長を務めている。 彼は2012年4月22日の選挙第一回投票で72.26%の票を獲得して町長に選ばれた。ズンガラ、長部は金字に黒い鹿の角。主部は金字と赤字に左右に分割。向かって、左は赤いゴブレット。向かって、右は直立した金色の狩りの角笛。 緑のストラップが中央の分割線向きに取り付けられている。町の旗は赤から木で1980年4月18日に認可された。町の北西のブドウ畑越しに町の中心部を望む農業とワイン作りが20世紀初めまでの主要な収入源であった。この町はビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属す。 現在では、少数の農家が約400ヘクタールの農地を工作するだけである。しかし、ネッカー川中流域の大市場に近いことから、結果的に起こった増援業は一定の重要性を獲得した。1950年代には、この町では、わずかな手工業者や工場が職場を提供するだけであったが、その後その数は大きく増加した。現在は、 アウトバーンに近い広さ約30ヘクタールの工業地区にプレハブ住宅製造業から機械製造業までほとんどあらゆる分野の企業が存在する。ムルには約2000人分の職場がある。ムルはアウトバーン A81 号線のプライデルスハイムインターチェンジから約3キロメートルの位置にあり、広域交通網への接続の便が良い。最寄りの駅は 4トル離れたマールバッハにあるシュトットガルト S バーン S4 号線の駅であり、バスが運行している。1968年までムルには、マールバッハからハイルブロン南までの狂気鉄道、ボットバールタール鉄道の駅があった。その駅舎は、後から建てられたビュルテンベルク統一駅舎タイプ I のものであった。 軍が所有するクレイブラッド介護ホームの老人、介護ホームが存在する。ムルには、基礎家庭学校1校と幼稚園3園が存在する。この町の電力及びガス網は、シナ GMBH によって運営されている。ペニンゲンの浄水道は、一部は、ムルタールの深い源泉の水、一部は、州の水供給会社から引いた町外の水である。ヘルデンミューレ汚水処理目的連合が、 ムル及びマール・バッハ、シュタインハイム、ムル、グロース・ボット・バール、エルトマンハウゼン、ベニンゲンの汚水処理を管轄している。人海処理は、ルート・ビヒスブルク軍の100%個会社の、ルート・ビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルート・ビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。ありがとうございます。